ベトナム人女性との結婚ってどんな感じ？その気になるライフスタイルや結婚観とは？ベトナム人やフィリピン人女性など一時期とてもブームに乗っていた国際結婚、近年ではたとえ身近な人が外国人と結婚してもとりわけ特別視することも少ないだろう。そんな国際結婚だが、やはりアジア人の女性と日本人男性が結婚するケースはとても多い。とりわけアジア人の中でも来日するベトナム人女性が増加する中、彼女らと結婚する日本人男性は意外にも増えてきているのだ。調べてみてもベトナム人女性と検索したら結婚のキーワードが上位にランクインしており、ベトナム人女性との結婚を考えている人の多さがうかがえる。そこで今回、ベトナム人女性と結婚したい人必見、ベトナム人女性の結婚観と結婚後のライフスタイル、そして彼女たちの魅力に迫っていこうと思う。知っておきたいベトナム人女性の結婚観と結婚生活。ベトナム人女性と付き合うことになって次第に意識するようになるのが結婚であろう。でもいざ結婚に踏み込もうって思って引っかかってくるのが文化の違いである。一体ベトナム人女性は結婚についてどんな価値観を持っているのか、日本人女性との違いは、またその後結婚生活ではちゃんとうまくやっていけるのであろうか。このような疑問に答えるためにここではその謎を解明していこう。ベトナム人女性の結婚観。ベトナム人は社会主義の国であり、民主主義の日本とは考え方も文化も違うはず。そう思い調べてみると面白いことが分かった。まずベトナム人女性はなるべく早く結婚したいと考えている人が多いということである。基本的にベトナムでは早く結婚する人が多いようで、30歳を過ぎても未婚で付き合っている彼氏もいないという人はかなり少ないようである。近年女性の社会進出が顕著な日本では少し驚く事実だろう。しかしベトナム人女性は遅くても20代中頃までにはという意見が主流のようだ。またベトナムでは結婚を個人同士の結婚ではなく家族同士の結婚であるというふうに考えている。ベトナム人女性と付き合ったことのある人なら経験があるかもしれないが、彼女たちは付き合い始めてすぐに両親と合わせようとすることが多いようである。日本人にとっては結婚の意識をするような責任を感じるかもしれないが、ベトナムではお互いの家族同士の結婚という気持ちの延長上にある当たり前の行動なのである。しかし総じて恋愛に関してベトナム人女性は謙虚で奥手でシャイである一面もあり、日本人との結婚観に共有する部分も多いように感じた。ベトナム人女性との結婚生活。では実際に結婚生活をスタートするとしてどのようなことに注意すればいいのだろうか。実はベトナムは非常に強い家族主義であることが知られている。日本でいうカカア天下のような女性中心の家庭が多いそうである。つまり残業や飲み会で帰宅が遅くなってしまい、家庭をおろそかにしてしまうとベトナム人女性からは嫌われてしまうだろう。またベトナム人女性は嫉妬心が強いことでも知られており、浮気なんてするような男性には過激な制裁を加えられてしまうはずである。ベトナム人女性との結婚生活を考えている人は余計な疑いをかけられるようなことをせず、家族との時間を大切にしてあげることが大切である。実際のところ、そのような行動の裏にはベトナム人女性の真面目さ、愛情深さ、素直さがあるからこそである。ベトナム人女性と結婚したいのは美だから。その顔の特徴とは、ここまで調べてみるとやはりベトナム人女性のアジアにおける人気の高さがよくわかる。アジア美人と象徴されるベトナム人女性に日本人男性が夢中になるのも無理はないであろう。そこで凛として美しいベトナム人女性の顔とその特徴について調べていきたいと思う。顔の特徴、大きくパッチリした目。ベトナム人女性は目鼻立ちがはっきりしている女性が多い。多民族国家であるからか顔立ちがハーフのような印象を受けることもある。白い肌、紫外線の多い国のように感じるベトナムだが、実はベトナム人女性は常に日焼け対策を行っており、美意識の高さを感じられる。スタイルがいい。ベトナム人女性は太っている人が少なく、規則正しい生活を送ることによって健康美のスタイルをキープしている。ここからわかるようにベトナム人女性は持って生まれた美しさだけではなく常に美意識を持って生活しているようである。また日本人好みの可愛い系がベトナム人女性に多いこともわかった。いくら外見が美しくても性格の悪さは顔に出てくるもの。しかしベトナム人女性はいつも笑顔で純粋な顔立ちをしているのも特徴である。ベトナム人女性は上でも触れたように真面目で勤勉で家族愛の強い人が多い。
このような性格の特徴が美しさを向上させ、外見、内見ともにアジア人の象徴と言われるのが理由の一つであろう。絶対に喜ばれるベトナム人女性のプレゼントベスト3。ここまで見てきて、ますますベトナム人女性と結婚したいという気持ちが強くなった人も多いのではないだろうか。こんな魅力的なベトナム人女性を射止めることにはどうすればいいだろうか。ここでベトナム人女性に喜ばれるプレゼントをランキングで紹介する。プレゼントランキング第3位、コスメグッズ。美意識の高いベトナム人女性には必ず喜ばれるのがこのコスメグッズである。香水や口紅などプレゼントするのがマストであろう。第2位、家電。やはり家族を大切にするベトナム人女性にとって当然の結果であろう。電子ケルトや炊飯器を買ってあげると家事が楽になるだけではなく、家庭を大切にする人であるという好感も得られるはずだ。第1位、ジュエリー。堂々の1位はジュエリーなどの宝石類であった。これはベトナム人のみならず世界中の女性がもらって嬉しいプレゼントであると言える。まとめ、ベトナム人女性と結婚したいと考える日本人男性は少なくない。ベトナム人女性との結婚観は日本人との共有点も多いことが分かった。しかし家庭を大切にするベトナム人女性との結婚生活において責任を持った行動が大切である。アジア美人の象徴であるベトナム人女性は外見内面ともに美しく、その魅力に惹かれる人は多い。ベトナムだけではなくインドネシア人女性と結婚した綱原。俺と同じかつて自己顕示欲が強かった彼はなぜか今フィリピン島にハマっている。